拉致被害者の横田めぐみさん、おととい60歳の誕生日を迎えました。拉致されてから来月で47年、一日も早い再会を願い、同級生たちがチャリティーコンサートを開きました。あどけない表情で笑う女の子は、異国の地で還暦という節目の誕生日を迎えました。おととい新潟市で開かれたコンサート、めぐみさんの同級生たちが再会を願って毎年開いています。今日はめぐみさんの60歳の還暦の誕生日なんです。13歳の少女が47年経って60歳ですよ。ひどすぎると思います。1977年11月15日、より中学校の1年生だった横田めぐみさんは、部活を終えて自宅に帰る途中、北朝鮮に拉致されました。帰国を果たせぬまま来月で47年、今年88歳になった母早紀江さんは、ビデオメッセージで切実な思いを寄せました。もう47年という、もう口にも出して言いたくないような長い人生でしたけれども、まだ彼らは帰ってくることができません。どんなふうに過ごしているのかも全くわからない。本当に何にも情報がないっていう、こう思い描くことができないような状況の中で、元気ではいるでしょうということぐらいしかわからないんですね。帰国を信じ救出活動に取り組んでいた父茂さん、娘との再会を果たせぬまま4年前に亡くなりました。一人取り残さず日本に取り戻す、同胞を取り戻す、これが家族ではなくて私たち日本人に求められていることなんじゃないかなと思っています。北朝鮮に拉致され2002年に帰国を果たした曽我ひとみさん、めぐみさんとは一時北朝鮮で共同生活を送っていました。大好きな大好きなめぐみさんの誕生日です。60歳、本当に今どんな姿でいるのかということが想像もつきません。こんなにも長い時間めぐみさんと会えないなんて、悲しくて悲しくてたまりません。一緒に拉致された母三好さんの行方は分かっていません。同級生たちが歌ったのは翼をください。合唱コンクールでめぐみさんと一緒に歌った思い出の曲です。歌うことが大好きだっためぐみさん、海の向こうにいる親友へ歌声を届けます。めぐみさんはじめ拉致被害者全員早急に帰国してほしい。めぐみさんが戻ってくる、救い出す、日本が救い出すこと、そのことなんですが、それが47年経っても戻ってこれない、救い出せない、このことに対して非常に悔しい思いで今日は演奏させていただきました。60歳になった娘はどんな生活を送っているのか、なぜ助けられないのか、本当に信じられないような年月をどうして助け出してあげることができないんでしょうと、長い年月を思い続けて日朝会談を早めてくださりまして、早く金正恩氏としっかりと眼を合わせて良い交渉ができるように私たちは祈っています。
本当にもうね、時間がないんです。解決できないまま過ぎ去ったあまりに長い年月。めぐみさんが拉致されてから来月で47年が経とうとしています。